セノマニアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。1億50万年前から9390万年前にあたり後期白亜紀の最初の木である。前期白亜紀最後の木であるアルビアンと後期白亜紀二番目の木であるチューロニアンに挟まれる。なお、セノマン外、セノマニアン外という名称があるが、これらは時代を示すものではない。 海は、地層に対して当てられる単位であり、僧女名、セノマンガイ、セノマニアンガイと、時代名、セノマンキ、セノマニアンキは、対応なす関係である。詳しくは、類題を参照のこと。セノマニアンガイの規定、すなわち、上部白亜系の規定は、創除記録に、有効虫の種ロータラパーグロボトラン系のワズが、出現する地点で定義される。 国際標準模式層断面を及び地点に指定された公式なセノマニアンの規定はフランスのアルプス山脈のロザン村の近くに位置するモンリゾ層の西の路頭である。規定はマーンブルー類層の最上部の36メートル下に位置する。セノマニアン、チューロニアン協会はアメリカ合衆国コロラド州プエプロセクションに位置する。炭素、酸素同位対比の研究から 前期、セノマニアンには、海水準低下と、地球規模の気温低下が起きていることが示された。後期白亜期は、全体として気温が低下する傾向にあり、時節火山活動で放出された二酸化炭素による温室効果で気温が拡乱されていた。セノマニアンの終わりまでは、デルタ 13C 値が、まさに変化していた。セノマニアンの時期には、 ストロンチウムの同位体比から海底火山の活動が活発であったことが示されており、熱水噴出も盛んであった。セノマニアン末期に水深約500から1000メートルの水温が摂氏15度から摂氏20度へ上昇すると水中密度勾配が消失、栄養塩類の垂直運搬が促進された。ブラジル北東部とモロッコ北西部の間の海底に位置した高地が 大西洋の拡大により消失したこともあり、大西洋とテチス海の間で栄養塩類が供給されて生物生産に白車がかかった。生物生産が盛んであった投稿体の規定からは光、合成力食用細菌の分子化石が発見されており、嫌気性を示すことが判明した。セノマニアン、チューロニアン協会では大西洋とテチス海西部を中心にオアイと呼ばれる、 海洋無酸素事変が世界規模で発生した。この原因は海面上昇による酸素極小体の拡大であるとされる。海洋生物は下レベルで8%、属レベルで26%、種レベルで33から55%の絶滅を遂げた。北、大西洋と鉄質海では種レベルで浮遊性有効虫が20%、 放酸中が58%絶滅した。西部内陸海路ではアンモナイトが74%、イノセラムス類が92%絶滅し、日本近海でのアンモナイトの絶滅率は50%であった。北米では、低性有効虫、浮遊性有効虫、海形虫、渦弁網も、石灰質ナノ化石の順に絶滅が起こっており、無酸素水海が、 海水の低層から氷層へ拡大して段階的な絶滅を起こしたことが示されている。西部内陸回路などでは非常に降水量が多かったため氷層海水の塩類濃度が低下し濃度差により中層維新の循環が停滞し無酸素環境の形成に寄与したと考えられている。日本では境界の90から50万年前に 海洋無脊椎動物の絶滅が始まった。貧酸素水海は、セノマニアン末期の約20から50万年前に、水深300から600メートルまで拡大し、そこに生息した低生生物に影響を及ぼしたことが示唆されている。ただし、日本でのセノマニアン、チューロニアン境界でのアンモナイトの絶滅率は、アメリカ合衆国のものと比較して高くなく、 海洋無酸素事変に特徴的な有機物の濃集した黒色結岩も観察されていない。このことからセノマニアン、中ロニアン境界付近で世界的な海面上昇が起こり酸素極小体が上下に拡大したものの完全な無酸素環境は形成されなかったと考えられている。北海道のアンモナイトはセノマニアン、 中ロニアン境界後20から50万年後に回復を示した。セノマニアンでの絶滅事件以降空白となった生態的地位を新種の海洋無脊椎動物が埋め、これが中ロニアンの規定を定義することとなる。北海道北西部添えナイ地区の下部セノマニアンではアンモナイトのウタツリセラス属とグレーソニテス属が多産し、 ウタツリセラス属の2種とグレイソニテス属の2種により規定が特徴を付けられる。また、大ユーバル地域にセノマニアン外からチューロニアン外の地層が大規模に分布していることが知られている。北海道では2019年2月5日から4月14日までセノマニアンの地層から産出した化石約150点による企画展が三笠市立博物館で開催された。 熊本県に分布する五章浦草群島木崎層もアルビアン海にあたる。足跡化石として九州で初めて発見された全長5メートルの重脚類の足跡五章浦町で初めて発見された恐竜化石である植物食恐竜の足の骨、長脚類のものと思われる追体が散出している。日本で散出するアンモナイトを挙げる。ありがとうございます。